で全然ダメなのは後ろ側のクラウドの仕組み、データオリエンテッドなんだ。実は日本の改善は現場で止まっていて、ドイツっていうのはどういった戦略を展開してるんですか。生産技術に関して非常にリスペクトされている。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。参議院議員山田太郎です。水上清志と申します。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。本日は山田太郎さんの、ここは銀会館、あ、会館だ、銀会館にお邪魔させていただいておりまして、そして水上さんはですね、ドイツとかですね、アメリカの製造業の戦略にものすごく詳しいと。で、太郎さんも、太郎さんというと僕も太郎ですからちょっとおかしくなるんですけども、太郎さんもものすごくですね、製造業の知見が高いんですね。ただこの製造業で働かれてる方1000万人のうちでですね、太郎さんがですね、そういった製造業の知見持ってるってことを知らないというのは非常にもったいないと思ってますので、今日はその海外の戦略動向というトピックで議論を交わしていきたいと思ってます。やっぱり水上さんがいろいろ議論させていただいて、かなりですね、ドイツの戦略をご理解されていると共有いただきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ソサイティ 5.0 とか、はあはあ、IoT って話が出るんですが、はい、私自身も実はこういうですね、インダストリー 4.0 の教科書というのをですね、2016年から出しました。実は2014、5年にですね、ドイツの方に行きまして、実際の IoT の現場だったりとか、はい、インダストリー 4.0、はい、まあ、話題になってましたので、うん、しっかり見てきて、ね、日本の政策にですね、はい、まあ、結びつけようという。それ以降ですね、実はドイツは別件では何回か言ってるんですが、うん、はい、この問題について終えてなかったんで、ちなみに全然事前打ち合わせは今日なしで、そう、いきなり行ってますので、どういう話になるやらと思ってます。はい、はい、僕がお願いしてね、お時間をいただきましたと。じゃあ実際どうですか、水上さん。逆に私からもそのちょうど質問したかったんですけど、16年日本を書かれて、で日本の中がこれでどう変わってきたのかっていうのがちょっとすごくやっぱり気になっていて、山田太郎さんのご指摘になってるデジタル化っていうところがものづくりについてあまり理解されてないっていうのがやっぱりずっと続いてるような気がしてて、ドイツの展望とか、まあ、今のアメリカの状況とか踏まえて少しディスカッションできる。なんでこの本を書いて、私もインダストリー 4.0 をやることになったかっていうことなんですけども、もともと製造業のコンサルティングってやったんですが、はい、特にですね、データを使ってですね、ものづくりの QCD のコントロール能力を高めると、まあ、いうことをやりたいということと、もう一つは中小企業政策っていうのがあって、どうしてもですね、私実はもともと三次元機械CADのベンダーの本社副社長でもやってたんですけども、日本のものづくり状況を見るとですね、全部こう下請け構造になってますと。で、中小企業政策やるときに、ドイツなんかはもう、親企業とか大企業関係ないんですよね。地続きだったのもあるんですけれども、まあ、どんな小さな会社だったとしても、まあ、諸外国に対して直接貿易を行っていると。ただその時にやっぱり強いなと思ってたのは、情報スーパーハイウェイじゃないですけども、情報の決め事がしっかり固まってないとダメだと。IT 化を進めようと思うと、実は IT の半分以上の仕事は当時ですね、フォーマットを揃えるとかですね、データ帳を揃えるとかですね、つまり高速道路でいうと、高速道路のサイズも違えば、車も違うと。だから系列っていうのができちゃうわけですよ。系列は単なるものづくりの仕様の作り方だけじゃなくて、データのフォーマットでもすごく影響を受けていた。まあ、そんな中でドイツがですね、中小企業政策の決定版だということで、IoT をやって、一つ情報スーパーハイウェイを作ろうと。これは見に行かなきゃと。この情報の標準化というか、そうそうそう、こういうふうに受け渡しのルールを決めるみたいな、そういうイメージですか。しかもプログラミングでプロセスを作ったりデータの整備する以上に、半分ぐらいの手間が相手企業とつなぐ話ばかりやるわけです。ものを例えば新しく作ろうと思ったり工場を新設するとすると、その決め事だけでもう半年以上かかっちゃう。ですぐ立ち上げることができないと。だからレゴのブロックのようにカチャンカチャンってこうはめられてね、スタートできるのであればいいし、まあ、そもそも論としてですね、こうハイウェイで走る車のサイズも道路もしっかりできていれば、ちゃんと本当に付加価値のところでみんな競争することができるよねと、はい、そうしないと結局どことつながってるとか、どこの系列であるってことをシステムとかデータの中でも乗り越えられないよねっていうことが一個。それとクラウド時代っていうのがいろいろ言われていたんだけれども、結局日本というのはですね、センサーはものすごく進んでいるわけ、うんうんうん、ね、僕実はオーロンさんの顧問とかですね、いろいろやってきてまして、まあそういう意味でいろんなところがセンサーとかをやってるんだけど、そこはすごく進んでます。で、通信は日本は品質は高いけどめちゃくちゃコストが高い。で、全然ダメなのは後ろ側のクラウドの仕組みなんだけれども、これ全部つないでいこうと思うと、やっぱりそこのハイウェイのところをつないでいかないと、クラウドってできないよねと。
情報の受け渡しのところで調整しないといけないんで、そう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 、理想はものづくりも何もそうなんだけど、デジタル化を使って競争力をつけるということは生産性を向上すると、まあ、これも大事だけど、うん、ばかりではなく、はい、データを使って製品の QCD のコントロール力を上げるのだと、データオリエンテッドなんだということをぜひやりたかった。これがもう究極の実は当時のですね、まあ、目的というか、はい、まあ、その時にドイツのインダストリー 4.0 とか IoT に答えがあるのではないかと、まあ、いうことだったんですよね。今の話の中で実際に日本の強いと言われているのは改善で、まさにその点をご指摘されているんだと思うんですが、実は日本の改善は現場で止まっていて、うんうん、確かに製品だとかそういうところには非常に寄与してきているんですけれども、うんうん、企業の経営全体もしくはサプライチェーン全体でみんなが良くなるようなところには実はあまりつながってなくて、結構いいことやっているんですけど、今言ったデータの標準化ができていないがために、うん、そういうことを見れない状態でずっとやっている。でそれ以前のレベルで中小企業はもっとまだまだファックスだったりところも大変多いんで、でじゃあ個社がそれをできるかっていうとできないので、どのくらいの規模の中小企業を相手にするかっていうのはあるんですけど、例えば100人ぐらいだとしてもかなりの部分でその IT 専門の人なんてまずいないですし、あるレベルの環境は外側が環境として用意しないと動かないんだと思っていて、でそういう準備が徐々にドイツとかヨーロッパは整いつつあるなというのをすごくなんか危機感を持って見ています。視聴者の方なかなかイメージがつきにくい部分もあるかと思うんですけど、製造機でいうと、まあ、伝票みたいなものも個社で全く違うじゃないですか、はい、そうですね、そういったことですよね、はい、でデータの取り方も、はい、まあ、個社で標準化されておらず、はい、いろんなデータの取り方してしまってると、はいはい、じゃあそこでドイツっていうのはどういった戦略を展開してるんですか。つまり工科大学みたいなところがしっかりしていて、生産技術に関して非常にリスペクトされている文化でいうと、多分そういう部分が共通語でみんな喋れる環境があって、うんうんうん、で当然その中で流動性みたいな、はい、違う会社行ってもちゃんと言葉が通じてすぐ働けるような環境ができてるんじゃないかなと。ところが日本はもともとずっと終身雇用、中小企業も大企業も一緒でずっとそれでやってきたので、うんうん、で中小企業について言えば付き合っている大手さんももう限定されていて、うんうん、その中でやってきたので、あるそこの線ではある程度言葉を通じるのかもしれないし、はい、現場同士は会話できるのかもしれないんですけども、はい、それを一般としてはどう言ってて、 A っていう大企業と B っていう大企業の元にぶら下がっているところ同士は実はうまく言葉が通じないっていうようなことが現実には起きてるんじゃないかなと思ってます。データでもそうですし、はい、他具体的に言うとどういったことを、今ご指摘された伝票みたいなもの、現場で使われている帳票とか、うん、そういうものの位置づけとか役割とかいうのも個社個別ですし、うん、本当に小さいところはお客さんから届いた2次元の図面のファックスにちょっと鉛筆で書き足してそのまま現場で流して作ってそれを保管するんだけど、それもデジタルでできてないから、極端な1万とか2万ぐらいのオーダーの中から実は社長さんが一生懸命こうやって調べてとかいうことが平気で起きている。まあ、そういうのもどういうふうに管理したらいいかとか共有できる仕組みはそんなに違いないはずなので、うん、環境を用意することでだいぶ変わるんじゃないかなと思ってるんですけど、ただ一社でそれをやろうとなると、はい、日本の IT ベンダーさんはお客さんの仕様に沿って作りますっていうので、うん、とてつもなく高くなっちゃうっていう問題を、うん、当時ね、2016年の時に私がドイツに行って見てきたのは、何を中心にやろうとしたかって IE 規格ってあるんですよ。電子のね、部品の世界的にも標準化されてるところがあったから、 IE の規格をベースにやり取りの規格基準を作ろうと。それからシステム的なつなぎに関しては単純ではあるんですけど、オブジェクト指向のラッピング技術という形でもってコネクトできるようにと。それごめんなさい、ついていけないんですけど、要はですね、今までだと単純に1個ずつ、例えば A 社と B 社っていうのをつなごうとすると、電線でいうと線を新規を1本ずつつなごうっていう話になってるわけですよね。でそうではなくて、その出入り口のインターフェースのところについては何を目的にするかと、オブジェクトによって共通項目をお互い決めておいて、レゴのブロックのようにガチャンとやりましょうというやり方なんです。ただ僕はちょっとその後終えてなかったんで、まあ、そういうふうに言ったものが現実的どうなったのかっていうのは先生にお聞きしたいんですけど、その IE のものだけではやっぱりカバーリングっていうのは限定的ではあるし、うん、当時オブジェクト指向のマッピングの技術はパフォーマンスが出ませんと。で現実的にはその FA とかで何秒とか何とかっていうことでコントロールしてるとすると、それも直接つながなかったらパフォーマンス出ないんじゃないの。機械をこう細かく精密に制御しようということについてはなかなか難しいんじゃないかっ
っていう懸念は思いつつ、その時点はその程度の議論だったんですよね。確かに16年ぐらいの時点ではまだ理想像に近い議論が中心で、うん、実際に日本の中の一部の技術者なんかが当時言っていたのはリアルタイム性の問題がありますねというようなことは出てたように思います、ね、僕も言ってました、はい、現時点でどうかというと、はい、非常に地道に積み上げてきているので、基礎的なものをちゃんとかなりの広い範囲でデータがやり取りできるような構造をまず先に作って、もう作ってる、作ってると思ってます。はい、それはその作ってるっていうのはどういった観点からそう見えるんですか？一番ベーシックな話は、もともとデータを出す側、極端な話機械がデータを出せます、はい、人も作業者としてデータをインプットすれば出せます。場合によってはソフトウェアなんていうのはそういうふうな切り口を設ければいいから出せます。あらゆるものがデータを出せるようにするんですけど、はい、それを全部まず統一の概念構造で出せるような構造を作りましょうと、はい、そのデータはじゃあどういう時に使うんですかって言ったら、それこそ準備の段階から立ち上げの段階から試験しながらやってる段階、はい、運用の段階、いわゆるライフサイクル全部についてちゃんとカバーできるように作りましょうと、はい、すっごい膨大なデータをやり取りするように実は見えるんですけど、現実にはつどつど何が大事なのかっていうのはシチュエーション変わっていくので、実際にやりながらレベルを上げていこうとしているのと、うん、もう一つはその次の層として出てきたデータを欲しい人とちゃんとつなぐルートを確立してデータを流す、それが適正に使われたかを管理できるような仕組み、データ連携の、まあ、仕組みと言わさせていただきますけど、そういうところを専門にやるメンバーが一生懸命やってます。そういう動きが実際に何か起きてるんです。例えば協会があるとか。はい、協会あります。あ、協会があると。はい、一番有名なのはインターナショナルデータスペースアソシエーションって言っている組織で、はい、それがデータ連携の根本的なところ。ドイツがスタートして今インターナショナルなので、はい、かなり国際の人たちがみんな入って標準化されてます。はい、はい、標準化されてます。もともとその発端はフランフォワーっていうところのドイツの研究機関で骨格になるようなところを作っていて、はい、でその概念は例えばスマートシティで言われているファイアとか、今次の段階に入っていて、いくつかの流派があるようなんですけど、はい、それがちゃんとお互いにつながるように合わせ込みをしましょうということまでを今議論としてはかなり活発に行われている段階に入っています。ですので、そういう環境はまだ実証段階ですっていうのはプリミティブなものをやり取りすることが前提なので、ただそれでいろんな企業、いろんな業界を超えた企業がつながるような仕組みはほぼほぼ出来上がってきています。前お聞きしたその例えばバサフとフォルクスワーゲンの工場、はい、システムが今同じで実証してるっていうのもそこにつながってくると。はい、そうですね。あ、全部そういう仕組みのもとに動いてます。ああ、なるほど。そうなると先生おっしゃられたようにデータ連携のやり方とか標準化されたものが化学工場と自動車工場ですから、まあ、標準化できれば、まあ、ヨーロッパの工場のやり取りのルールが定められて都度決めなくていいわけですから、はい、無駄が全くないと。あ、少ないですね。少なくなると、はい、いうことですね。はい、付加価値のところに集中できるってのは本当明日から取引できる。で、試しも試作もやってみる。だって試作やるのにさ、データのフォーマットが違うから渡し合いのために半年もかかって合わせてシステムやっていて作ってみたら合わなかったからごめんと。やってられないですよね。そうそうそう。でも現実的にはそういうことでまだ起こって、だから系列みたいに日本の場合はなっちゃって、あ、そうかそうか、他に頼みたくても頼めないんですよ、はい、渡せないから。データ連携のルールが違うから。そう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 、言葉が違うのか。あ、言語全く違う。そうか。そうそう。確か本田の内田さんも同じように書かれてまして、本で。そうですね。エンジニアリングチェーンが ABCD というサプライチェーンがあって、まあ A という企業はその設計の5割ぐらいやると。で、データを受け渡して、残りの5割は B という会社があって、そのデータをさらに受け渡して C という会社が作るみたいなことが、まあデータ連携が非常にスムーズなので、はい、系列じゃなくてもできると。はいはい、もうそういう文化にも欧州側はなってると。そういうことです、はい。そういう入り口に立ってるところですか。はい、もともと欧州はいろんな国々が集まってやっているので、まあ、EU 試練も含めて、だからさっきの IE ってのはそうなんだけども、はい、比較的そういうのが土壌として強いんですね。で、日本は同じ日本を使ってて単一民族だみたいなことを言う割には、ものすごく古社によって言語が違う。システム上もデータ上も。うん、そう。これね、未だに乗り越えられない。乗り越えられない。乗り越えられない。
ちなみに今国でですね、国っていうとあれですけど、そういった統一化しようみたいな動きっていうのはあるんですか？ある。実は僕この IoT とか、はい、インダスティ4.0をやってたからこそ、デジタル政務官としてその問題取り組んだんです、はい、なるほど。どういうことかっていうとですね、もともとデジタルガバメントっていうのを作った時に、彼これも各市町村ごとにバラバラで違う。でこれをいわゆるコネクティングハブっていうのをデジタル庁が用意をして、でこれによって全部つなげますと。だからクラウド化したとしても全部つなげるんで、この規約に従って例えば SaaS のいろんなベンダーがそれぞれ作ってくださいねっていうことをちゃんと作ったんですよ、ガイドライン。ガイドライン作った。で今はそれ上で作っているので、基本的には3年か4年以内に全てデジタルガバメントにするのだっていうふうに言ってるんだけど、それができているのと、もう一つはコネクティングハブを用意したから、例えばこれって病院の情報も官とつながなきゃいけない、その時も民間にもそれを開放していて、これに合わせてくださいというのが1で、2番はですね、これ僕の実は政治的功績なんだけども、もともとデジタル庁の所掌ってスタートしようとした企画の時には、はい、第一次提言の中にはデジタルガバメントしかなかったんですよ。で第二次提言、第三次提言僕が書いてデジタル庁立ち上げたんだけど、その第三次提言の中ではいわゆる教育の DX とか、それから防災の DX とか、それから医療の DX、 例えば医療でいうと EHR カルテ情報とかがバラバラなわけですよ、病院ごとで。そう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 。でレセプトっていうのは保険申請のがあるから合わせたがるわけよ。ああなるほど。お金払ってないから。そういうことか。なんだけどレセプトっていうのはもう言っちゃ悪いけど、お医者さんのメモ帳ともよく言われていて、流派とか何書いてるかもわからないとか、そういう文化になってたんです。そうそうそう。でそれをそれじゃあ健康診断とかいろんなものこう繋がっていかないよねということで、実はかなり異例であるけれども、民間のそういう部分に関しても国が温度をとってベースメントのことを作ろうっていうのは、まさにこの IoT だとかの発想なんです。それは何でかっていうと、例えば医療分かりやすいんだけど、何をゴールとしようとするかって、すぐね遠隔地医療の話をやるわけ。でそれはそれ大事、大事なんだけど、これって物理的な距離を縮めるだけだし、今でもできるのよそんなこと、スマホとかで。だけど昔の他の病院でやった健康診断情報だったり、それからウェアラブルで毎日心電図を取ってて、3分診療ではなくて経年のものがどうなってるかを見ようと思ったら見れないわけよ。だからデータを使って診断をする。なんだろう、もっと言うとね、医者の診断の前に AI の人工知能かなんかでクラウドで処理する。あんたちょっと最近脈おかしいからっつって病院に行きなさいと通知をされて、病院にはすでにファイルが送られて、でお医者さんはそれを見ながらもう来る前に診断をして直ちに処置をする。予知保全みたいな、そういうのもできる。そうじゃないと、はい、顔色見てさ3分診断でその時にたまたま心電図で現れなければ何も分からない。そうなの。僕も生命持ってたんですけど、現れないですよね病院。病院と緊張しちゃって帰っていい元気になっちゃうだから何が言いたいかというと、まさにデータオリエンテッド、データ駆動で社会を変えるのだと。そういうことか。まずはその行政官でのデータの受け渡しのルールを作りましたと。あと病院に関しても同じだし、各 B2C 領域で個人の患者さんですよね、その時の健康情報を仕上げるデータはあるんだけど、そのコネクトの仕様が病院に移動したりとか、いろんな病院かかったりもするからね。で今お薬手帳と後ろ側ではマイナンバーの仕組みで、マイナポータルでもって全部つながってるの。だから過去どんな薬を飲んできたか処方されたかっていうのはできてきたし、そろそろレセプト欄を買ってきた。例えばそこまでいったわけ。なるほど。で教育データなんかもそれで学習ログみたいなもの、ただもちろんそれぞれ個人情報保護の問題があるからどうするかっていうのは相当残ってるんだけど、そのヒントはまさにこれなの。確かに。でこれ僕言い出さなかったらやってないから。ああ、じゃあ今でも太郎先生いらっしゃらなければデータがバラバラでそういったコネクトすることができる。少なくともデジタルは取り組まない。もちろん病院単位や厚労省はそのまさに PHR の統合っていうのはずっとやってきたんだけど、国がちゃんと温度を取ってやらなきゃ進まないわけ。自治体もそうだし、学校、文科なんかも健康診断に関係してくるからね。ありがとうございます。いやいやいや、見られてきて感じてるってことですね。そう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 。一方ですね、非常にその、健康面っていうのはかけがえのないもので、製造業でなぜこれが進まんのかと、プラスドイツがじゃあどこまで今進んでるのか、ここに関していかがでしょうか。まず日本で進まない理由っていうのは、誰がそのコストを負担してやるのか、温度を取る人がいないし、やっぱり囲い込みたいな、お互い。あ、楽だったんですよお互い、それで十分っていう。しかもシステムの開発なんかも中堅中小企業は自分たちで負担するのではなくて、大手の関連会社に IT 会社が必ずあって、トヨタ系はトヨタ系ですよね。
でそこが提供したものをそのまま配布されて使ってればよかったと。確かに、うん、だけれども最近はコストプレッシャーがあったりとか親会社の工場が海外に行っちゃったりしたので、そういう部品会社も含めて他の販売や取引もせざるを得なくなった時に初めて標準ということにさらされるわけです。あ、じゃあ今その壁がもう見えてる。すごい。例えば系列以外と取引するときはデータが標準化されてないんで、もうそこから作り込みしないといけない。それぞれ個別に作るしかない。でね、ヨーロッパ、アメリカ、日本の違いっていうのは実はあって、ヨーロッパってのは国々がバラバラだから、もともと ISO なんかも牽引してきたけれども、うん、国を超えて EU なら EU の中で標準していこうっていう圧力はある。そうですよね。アメリカ文化的にありますよね。そうそう、うん、でアメリカはデファクトスタンダードなんですよ。マイクロソフト仕様とか、アマゾン仕様とか、Google 仕様だとか、強い会社のものをみんなが使う。あ、だから、割と標準なの。なるほど。それ、全然想像しちゃうから。実は。だけど、日本は、それぞれに競争力があって、日立さんも富士通さんも、どこも NTT さんも何も、みんなこう強いわけよ。横並びで。ある一定の市場もあるし。そう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 。なので、なかなか進まないと。勝った。あ、進まなかったと。今はどうなんですか？まだわかんない。動きとしては。クラウド化して垣根を越え始めたよね。あ、そうですね。クラウドになっちゃうとそれぞれのシステムを個別に持つっていうのはバカバカしいから、さっき言ったように IoT みたいな形でつないでいこうと思うと標準なかったらクラウドに乗り遅れちゃう。こうなってくると今度は国産クラウドなのか、いわゆる海外ブランドのものなのかっていう議論も始まっている。つまり Amazon に囲い込まれるのかどうか。そうですね。もともとドイツ、ヨーロッパは、はい、ある程度 GAFA っていうことで、うんうん、特定の企業がデータを持っていることと、アメリカも中国もそうですけど、はい、そのデータを政府が見ることができるみたいなルールになっていることに対して、本来主権を持っている市民の立場から考えると、はい、いかがなものかというふうなのを考えたんで、さっき言ったデータ連携の仕組みは基本的にはエンドとエンド間でルールを決めて、そのルールに従ってやり取りできるというところに非常に重きを置いています、うんうん、問題はもしそういう方向に行くんだったら、そういう方向でデータの主権という言葉で彼らは呼んでるんですけど、それを日本の中で理解しないといけないんですけど、はい、実はあまり理解が進んでないですね。ドイツなんかはそのソブリンクラウド、ソブリンっていうのは、まあ、主権って意味なの。あ、非常に重要な国民の情報だったり、軍事上の情報だったり、機微な情報はソブリンクラウドでやらなければならないと、はい、いうことで、オープンのものを使わないというポリシーを持ってる、はい、イタリアとかドイツってのはものすごくそういう形でソブリンクラウドを作っている、はい、過去の歴史の反省から国自身が右左にわーっとある方向に進んじゃうと全体主義で危険なので、それを防ぐためにもそういう仕組みがいるっていうのが、多分第二次世界大戦1時2で経験したことによる彼らの感覚なんだと思いますけど、データっていうのは誰かのものっていうのを法律としては持ってないんですね、うん、全世界的に、うんうん、所有権という話ではなくて、うん、なのであえて主権という言い方で、出す人と使う人同士がちゃんとお互いの権利を守れるように、うん、使い方で権利が妨害されるわけですから、うんうん、その使い方がちゃんとお互いの主権を保てるようにみたいなことをしっかりと議論しているような気がするんですね、うんうん、まあ、ヨーロッパとかですね。はい、ヨーロッパそうですね、うん、そこが日本では多くの人がデータの所有権があるんだと思っているし、まあ、極端な話ですと機械のデータは誰のものって言ったらメーカー側ですという人もいれば、いやいやいや、これうちが使っている時のデータなんだから俺のものなんだという人もいれば、そんな話になっちゃってるんですけど、それだともうずっとクローズになっちゃうから、ちゃんとそれはどういうことなのっていうのを議論して、正しい使い方がされてんだったらお互いに OK なんでしょっていうふうに持ってったんだと思う。なるほどなるほど、そういう文化があるにしろですね、はい、やっぱりある一定のその国の本土通りが必要になってくると思うんですが、はいはい、これはどうですか？僕らも最初ドイツは徹底したトップダウンで全体がコントロールされてるんだと思ってた、ね、なんかそう思っちゃいたいですよね、はい、18年の行くまでは全然そう思ってたんですけど、はいはい、彼らの言葉でディセントライズっていう言い方をしていて、これは中央がないんですと。中央がない、全体主義の話から考えるとあっさり分かるんですけど、確かに部分がしっかりしてて全体ができているような構造が一番堅牢なので、はいはい、進め方も例えばドイツのインダスリー 4.0 の中心的な役割を担っている一つの組織として、はい、プラットフォームインダスリー 4.0 というのがあるんですけど、うん、ここはビジョンを提示します。そのビジョンに沿って実装は、例えば何とか州は、ね、鉄鋼が強いですとか、何とか州は自動車が強いですとか、そういう中でそれを受け止めて、じゃあその考え方にのっとってやってみようっつってやっ
て、こういう点がおかしいよねとか、こういう点が不備だよねとかいうのは、うん、もう一度トップの機関にフィードバックされるような構造で、ぐる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 回ってあるエコシステムがある。エコシステムと。そう、そうなんです。で、そこにどっちが上とか下とかなくて、はい、あくまでもビジョンを提示する側と、からそれを実装する側と。実装すると。もうトップタウンではなくて、トップは、まあ、ある一定のビジョンは見せるけど、はい、決まり事としては、民間の得意分野を持っている人たちが集まって、そう。議論して決めていくみたいな。はい。で、それを積み上げていく。ああ。具体的な機関名とかっていうのはあるんですか？我々からすると羨ましいぐらいほとんど全ての機関が入っているように見えます、はい、例えば日本だと工業界も結構あるじゃないですか。はい、工業界いっぱいある。それとはまた違うんですか？違います。それこそ工科大学、日本でいう工設士、日本の工専みたいな工科大学に近いかもしれませんけど、うん、それから一般の企業、それこそ中小の人たち、労働組合、まあ、労働組合も向こう強いので、そういうの全部をちゃんとつながって議論するような場を、実はそこだけはトップダウンで、場を用意するのはトップが用意やると。コンプライアンスなんかにかかんないっていうことを、そこが保証した。ああ、なるほどなるほど。これがすごいやり方としてはいいなと。ただ日本でそれを真似るのはすごく難しくって、もともと僕もサラリーマンやってたんでよくわかりますけど、お上意識とかすごくあるので、ありますね。そこを乗り越えてそこまでやるようになるにはまだまだ時間かかるので、何らかしらの日本のやり方を見つけないと、そっちにはいかないのかなというのは思いますけど、ここについては田野先生ご意見ありますか？日本って確かにお上が決めてくれないと話が始まらない、まあ、それでデータ庁なんか作ったから、はい、まあ、今はさっき見た防災だとか教育だとかそういうところに限られてるんだけど、いずれはものづくりのところに関してもガイドライン作りっていうことに関して、もちろんそれを使う使わないはそれぞれの個社何が判断すればいいと思うんだけど、あっていいと思うんだよね。今 DFFT って言ってですね、データフリーフローウィズトラストという考え方があって、はいはい、日本はそのアメリカ型のとヨーロッパ型の間でどうしようかと悩んでて、でトラストっていうのはセキュリティも含めた信用をどういうふうに担保するか、でそれそうであればあとはデータできるだけ自由に交換やり取りができている社会がいいのだということで進めようと思ってる。ただ日本はとにかく記録するとか議事録書くとか大好きで、大好きです。もうものすごい国もそうなんだけれども、はい、大量のデータ溜まってる。で、あの何のために記録しデータを保持してるかさっぱり分かんない。そうそう、ものすごいアーカイブっていう意味では日本人は大好きで、何でもかんでも記録に残し、膨大な、僕が調べて240ぐらいの国関係のデータベースあって、そこに何らかの形でデータを蓄えてるんだけど出口がない。法律でも担保して、それを匿名加工情報で使えるようにしましょうということにしてるんだけど、まあ、なかなかね難しい。そうですよね。使う側の意識がない。ああ、そういうことか。貯めておけば、エビデンスがっていう。本当は何のために貯めるかっていうことが大事なのであって、そうしなかったら、貯めたものがゴミ溜めみたいになってる可能性あるわけよ。蓋を開いてみました。何じゃこりゃと。重要なキーがないのか。そんな話は5万とあるんだよね。だけどもとにかく記録するの大好きだから、膨大になるんだよ。 FA とかそういうのの現場だってさ、品質管理だとか言ってさ、いっぱいいっぱい取っていくさ、でどうするのって、どうしましょうっていう、こんなでしょ。でファイルいっぱいになっちゃったんですよと、いやストレージもねとか言って、最近安くなったからよかったですよねって、こんな話いっぱい聞くもんね、まずね。そう、これなんですよ。確かに。だからデータ教育じゃないんだけど、データを使ってどうやってものづくりのものづくりの QCD のコントロール、付加価値をコントロールしていくのかっていったところを上位構造として考えないと、この話はドイツで進めてたような標準規約だったりだとか、そういうまだレベルじゃないと思って。おっしゃる通りだと思います。基本的に専門用語だとオントロジーっていう言い方をするんですけども、はい、まあ、なかなか大体このオントロジーっていうのを技術者で喋っても情報系の人はある程度通じるんですが、機械とか電気の人に喋るとなんか難しいのね、みたいなで終わっちゃうんですが、あえて訳すと概念の体系化、言語化、はい、言語化ですね。例えばこれペットボトルでお茶が入ってます、ある人にはちょっと飲み物って表現したり、飲料水って言ったり、あとはバラバラですよね。でそれぞれが何が違うのかって整理できてるかって言ったら、日本人はなんとなく あの人はこういうこと言ってんだよなって受け止める余地があるから、図面を見ればわかる、ね、そこをやっぱりちゃんとデジタルなので、それこそ1ビット違ってたら違うもんだし、そう、で確かにある程度のところまでは合わせ込まないと。確かに。でそういうのを概念の体系化としてやっていかなきゃいけないんですけど、やっていかないと。
地道なそういうところの仕事って本当は僕学科だと思うんですが、実はあんまり論文とか書けないので、そういうところがすごく直さみがあるおっしゃられた通り、メタデータとかないってことなんですよね。そうです、そうです。いわゆるデータはあるだけど、そのデータの意味を与えているもう一つ上のメタデータっていうのが必要で、はい、それがないんですよ。国で言うとね、例えばどういう議論になるかっていうと、土地取引します、登記簿とか作ります。皆さんびっくりするかもしれませんが、登記っていうのもあれ別に任意であって絶対しなきゃいけないわけじゃないんで、そうよ。で、登記をしているというのはあくまでも第三者に対して公弁ができる、はいはいはい、私のものだという担保をしているだけなのであって、はい、必ずしも所有権を表現しているのかどうかは別なんです。この人のものだというふうに国の方が担保しているだけの話なので、別に登記されてなくて所有権を争うことはできる。次、じゃあ住所がどういうものか、住所に関する決まりがないので、はいはい、いい加減につけてるわけですよ、はい、各市区町村で勝手にこうだと言って史跡測量をやるときに鉛筆なめなしてつけてるだけで、山の方に行くと住所なんかないの。メタデータってのはどういうことかっていうと、世界的には住所っていうのはナンセンスであって、例えば緯度経度ポリゴンでやるんですよ。ああ、なるほど、わかるかな。わかります、それ数値化されてますから。そうそう、でそうすると1位に決まるじゃない、つまり1位に決めたいのだというのがまさにメタの考え方なんだけど、データって言っちゃうと住所が何かを表してると思ってるわけ。あ、それは単純にメタの世界からいくとどういうことを言ってるかっていうと、お互いがあそこっていうのを俗称で呼んでるようなものなんだ。共通言語ではない、メタ化されてないんです、そんなものは。なので製造業でも同じように、例えばデータの取り方にしろ、はい、受け渡しにしろ、はい、メタという構想がないんで、はい、通称みたいな各法人のですね、はい、個別の決め事になってしまっていると、はい、そういうことなんですね。はい、そうそうそう。でもそういうのがまあメタデータで、そういう概念がいろんなところに日本は欠けている。やっぱり山ってば川っていう文化でずっと来ちゃったので、デジタル的じゃない、あくまでも、まあ、楽なんだけどアナログ的なんだよね。僕としてはですね、今日議論いただいてですね、先生がそういうご認識を持ってると非常に心強かった。またこの内容はしっかりいつものプレゼン形式を落として動画にはまとめていきたいと思ってますが、まずは第一弾ということで、はい、インダストリー今 5.0 だと言ってますと、はい、それからまあ IoT 進めなきゃいけないっていう中で、国なり政府なりが何しなきゃいけないかっていうご提言というかサジェッションがあれば、急いでやらなきゃいけないとか、この3点は第一だよとかっていうのがあればぜひ。この資料で大園寺さんにお書きみたいと言ってますけど、範囲が広いので一律になんかってとっても言えないですと、うん、ただ間違いなく変なのは、すごくベーシックなところで海外と常識が合ってないですの、うん、で未だに例えば ERP はカスタマイズするのが当たり前のように思ってるような発想、うんうん、つまりその前にデジタル化が導入しやすいように業務を改善しなきゃいけないのが最初にありきなのに、日本は全然できて、今の業務に合わせてソフトウェアを作り替えちゃうと、はい、でもその一番徹底してるのが現場で使ってるエクセルで、おじさんが一人でエクセル表を作っちゃって、それで品質管理してて、そのおじさんが病気でしばらくいなくなっちゃうと、うん、もう誰も管理する方法が分かんないみたいなことが、うん、もう当たり前に起きちゃって、うん、とにかく国にっていう話で言うと一つだけ気にしてるのは、短期の話は誰でも考えるとこがあって、それはいろんな動きをやって失敗もあります、成功もありますっていうのを積み上げていくしかないんですけど、長期にそれをちゃんと同じ視点でずっと見ていて、全体がちゃんといい方向に動いてるっていうのを管理していくような仕組みが絶対いるんだと思っていて、実は RRI を立ち上げたあたりで関係者と一部議論したのは、シンクタンク的に長期に関われるような組織になっていくべきなんじゃないですかっていうのは随分いろんな方と議論した。うんうん、ところが現実には2年とか3年でバズワードがポッと出されて、それに向かってなんかやって、はい終わり、次のバズワードみたいな状態にどん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 回してる中で、我々みたいな組織も、あすいません僕は某社から来てるんですけど、うんうん、来年人事異動があるんで来てやりますっていうと、もうそこで切れちゃう。だからせっかく議論し積み上げてるのがちっとも積み上がってない、これを何とかしなきゃいけないっていうのが根本にあると思う。そうすると基本的には、いや個人が関わったんだったら個人がずっと関わり続けられる、そういう仕組みがもっとあって光るべきなんじゃないかなとずっと思っていて、そういうことを一緒に国と考えていかなきゃいけなくて、誰がやるやらないっていうよりは、まあ民間がやるなら民間やるで、僕は現場を知ってる方がいいと思うので、制度として今日本の中に全くない。で本来は多分学みたいなところがそういう役割を担うべきなんでしょうけど、学はそこまでもまだ来てない。問題が提示されたらそれを解く方のことは一生懸命瞬間にやれる力はすごいだと思いますけど、長期にわたってそういう整理をして管理していくような形には
そういう、まあ、エコシステムといったらあれですけど、はい、ルールがないないですね、うん、だからそこはドイツはすごいなと思ったのは2000年の頃から騒いでる人たちは未だに関わっていて方向感を必ず見ている、そういう人たちがちゃんとした表の制度でなくても機能する構造になっているのがやっぱり我々も今すぐなるっていうのは難しいと思いますけど、なっていくべきなのかなとすごく感じています。ありがとうございます。自治体庁なんかではおっしゃられたところもともだと思っていて、重点計画というのを工程表で5年以上引いてるんですよ。この軸や構造は絶対変えないようにっていうことで引き継いでるみたいな。で特にベースレジストリーって言われるようなそのマスターに関わるところだったら今みたいな規約のところっていうのは何年もかかるから上乗りをしちゃうのではなくて積み上げ型にしましょうっていうことで、うん、結構ねそこは努力してやりましたよね。ただそれを次の世代次の世代の担当者がちゃんと引き継いでいくかどうかっていうのは分かんないんだけど、はい、一応でも5年持つようなものは作ったということで、まあ、おっしゃられた通りなんだろうなと、はい、ありがとうございます、はい、ということで、他では聞けない議論ということで、非常に製造業のディープなところですね、お二人に議論いただきまして、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、ドイツ戦略の今ということでございました。ドイツ戦略というかですね、ハノーファーだったり、ドイツに訪問してですね、今のドイツがどういう戦略で、まあ世界に打って出ようとしてるかっていうのを研究されている RRI さんとですね、そして山田太郎さんですね、国会議員の方と討論をさせていただきました。いかが感じられたでしょうかということで、お疲れ様でございました。で、ちょっと会話だと分かりにくいと思って、てますので、すでに実は概要をですねいつものプレゼンベースでまとめさせていただいております。でさらにですねハノーバーもしくはハノーファーに訪問することが実は確定してるんですね。というのも実はですねフランスの企業のシュナイダーエレクトリックさんからですねぜひそのハノーバーに来てですね弊社取り上げてほしいという依頼をいただいておりますので、実際にお伺いしてですね現地リポートをさせていただきたいと思います。ハノーファーに行かれる方はぜひですね DM いただいて向こうで会ってですね逆に僕にいろいろ教えていただきたいと思ってますので、現地では先生になっていただいて一緒に回れたら幸いでございます。もちろんそのブース出してるんでここを遊びに来てくださいみたいな案内も、まあ海外の地ということでですね日本の展示会とは違って極力訪問というかまあ喜んで訪問する方向になると思いますので、これも合わせてメッセージいただければ幸いでございます。 Twitter もしくは YouTube のメールアドレス宛てにお願いしますという感じでございます。このようにですねまあ今回ドイツのお話だったんですけども、まあ製造業に関連したトピックをいつも扱っております。工作機械もそうですし、まあ製業ですねハロファイですとか、まあ、FA 生産技術、さらにセミコンアンバサダーということで半導体もまとめさせていただいていると。製造業に関連する方ですね、そして製造業が好きな方、そしてものづくり太郎に興味持っていただいた方はぜひチャンネル登録いただいて応援をしてあげてください。そして次回ですが来ましたね、ラピダス対談第2回ということで、前回あのラピダス対談をやったんですけども、ソフトウェア系のエンジニアが多かったので、今回はプロセス寄りのですね対談をすでに収録終わってるんですね。かなりのクロートを集めてですね、もうそうそうたる面々で議論をさせていただきましたので、こちらもお楽しみにいただきたいと。もしくは搬送系の話ですね、まあ前半 FA 系の話になると思いますので、こちらもこうご期待ください。ということでまた次の動画で会いましょう。本日はありがとうございました。じゃあねっち、バイバイ。今日の千葉ちゃんの一言。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。刺激になった方はいいねボタンとチャンネル登録をぜひぜひお願いします。次のビデオでお会いしましょう。またねー。